どうも、トヨサプチャンネルのトヨです。この間ですね、ツイッターの方でアンケートを出したんですね。どういうアンケートを出したかというと、ワイマックスを検討するならというアンケートを出して、4つのですね、選択を出したところ、新端末ワイマックス 5G を検討したいというのが 53% ありました。で、ワイマックス2プラスが 12% で、他のプロバイダーの情報待ちっていう方が 29% で、クラウド Wi-Fi が気になってるっていう方が 6%、それほどこのワイマックスの 5G プランというのを検討している方が多いんだろうなっていうのを考えまして、今回のこの動画ではワイマックスの 5G プランを契約する前に、知らないと危険と、で、事前に確認しておきたい3つのデメリットということで解説はしていきたいと考えておりますので、最後までご覧いただければと思います。トヨサポチャンネルはですね、家電量販店歴18年のトヨがパソコンやスマートフォン、またインターネット回線周りのですね、ことの情報を発信しているチャンネルとなってます。初心者の方に向けた基礎的なことを中心に様々な情報をですね、発信してまいりますので、よろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今 5G のですね、ワイマックス端末というのは先日発売されたホームルーターに関してもありますけれども、基本的には私が試したのはこちらのですね、商品になります。 Galaxy 5G モバイル Wi-Fi ですね。未だに思うように覚えられなくて、SCR-01 という端末になりますね。これを元にお話をしていきますので、そちらの方をご理解ください。で、ちなみに僕これ発売がですね、4月の8日だったんですかね、なんですけど、その時に僕も朝一で買いに行きました。実際はですね、キャンペーンとかがやっぱりその発売当初っていうのはあまり良くないので、そういった時に買うよりかはある程度周りを見渡してですね、キャンペーンが出た時に購入するっていうのが、一番おすすめにはなってます。で、今回のお話に関してはですね、大きく分けて2つの項目でお話をしていきます。まず最初にですね、そのデメリットの話ではなくて、大幅に進化した YMAX5G プラン、何が変わったのっていうところからですね、簡単に解説をした上で、その3つのデメリットについて解説をしていきますね。YMAX がですね、初めてこの世に出てきた時から、利用してる、僕としてはですね、今回の進化については正直本当にすごいなと感じております。 YMAX5G プランはどうしても 5G 対応 YMAX に注目が行きがちなんですけれども、本当にお伝えしたいすごい進化はそこではありません。それは3つの進化あるんですけれども、まず1つ目、通常モードで au4g lte が利用できる。2つ目、容量が増量した。で、3つ目、プラスエリアモードは共倒れをしない。この3つの進化について解説をしていきたいと思います。1つ目なんですけれども、通常モードでスタンダードモード、YMAX に関しては2つのモードがあるんですけれども、1つ目がスタンダードモード、もう1つがプラスエリアモードというものになっております。で、このスタンダードモード、通常に使う月間制限のないですね、回線に関しては au の 4G LTE が使えるという話したんですが、これ実は以前はですね、これ使えなかったんですよ。それが今回の新端末、5G 対応プランに関してはそれが使えるようになりました。で、図でちょっとその部分をですね、解説していくので、そちらの方をご覧いただければと思います。はい、そしたら iPad のですね、画面の方に行って、そこで解説をしていきたいと思います。ちょっとこちらのですね、図に関してはその YMAX の通常モード、スタンダードモードというもので使った時に拾う電波帯、基地局からこう電波が飛んできてるんですけれども、そこの部分をイメージするための絵でございます。ちょっと汚くて申し訳ないんですが、その辺はご了承いただければと思います。まず最初にですね、今までの YMAX 端末がどうなっていたかというと、ここです。ハイスピードモード、これが通常のモードだったんですけれども、この丸下ところ見ててくださいね。はい、で、これを見る際にですね、上の方が au の 4G LTE の電波帯が飛んできているというのを表しています。左の方が 5G、 左下ですね。で、右下の方が YMAX2 プラスの電波帯というふうに見てください。その上で今赤丸をしたところの矢印見てほしいんですが、この YMAX2 プラスの電波帯っていうのは1つだけだったんです。この赤文字見てくださいね。ハイスピードモードはこの YMAX2 プラスの電波のみ
ですので、やはり基地局のですね、その数というのに限りがあって、やはりその地方エリアとか地下街とかですね、やっぱりいろんなところでじゃあ使えるかっていった時に、通常の au 4G LTE 回線よりかもアンテナ数も非常に少ないということを考えれば、どうしてもつながりづらかったりとかエリアが狭いと言われていたのが今までだったんですね。ですが今回の新端末に関してなんですが、次にこの赤丸の右側、ちょっと見づらくてごちゃってごめんなさいね。今こう書いてるところ分かります？このスタンダードモード、この 5G ルーターのところをご覧くださいね。これは今まで通り WiMAX の2プラスの電波が入る、これは今までと一緒なんです。でここ 5G、 この端末ですね、ここからも電波が来てるんです。まあこれが一番今回の売りのように見えてると思うんですけど、僕個人的にはですね、ここが売りというわけではなくて、結局こんなこと言ってしまうとあれなんですけど、 WiMAX のこの 5G アンテナに関してはまだまだですね、こう広がりきれてないので、どうしてもそんなにすぐ使えるものではないというところが、まあ、実際のところだからですね。その上でですね、ちょっとこの表に戻って見ていただければと思うんですが、 au の 4G LTE というこの電波帯のですね、ものが 700MHz 帯、800MHz 帯、 1.5GB、 2GB、3.5GB とか、なんかよく分からずこういろいろ書いてますよね。これ実は LTE といってもですね、一つの周波数帯だけではないんですよ。いろんなこう周波数帯の基地局、まあ、アンテナが存在してます。この上の方にも書いてるんですが、左に行けば行くほど 700MHz 帯の方に行けばですね、つながりがいいということ、で逆に言えばこの周波数帯が上がってくるとつながりにくくなってくるっていうものになるんです。でこういった風にですね、この基地局っていうのがこう数がこういう風に出てるんですね。これはデータの方ですね、調べて約っていう感じにはなりますね。ここからちょっとこれ勘違いしないでほしいことがすごく重要なことなんですけど、これあくまでイメージですからね。これイメージ、どういうことかというと、この今回の WiMAX の 5G ルーターに電波が届くっていうことで、この 5G まで今来るっていうところまで今お話したと思うんですよ。で au 4G LTE の電波がこう来るという話も今してるんですが、この 1.5GB、 2GB、 3GB からこう電波が来てるかのようにやってますが、これちょっと間違いです。今これに関しては未公表というところだけは申し上げておきます。まあ、簡単に言うと、これはもうそういった LTE 回線のアンテナから電波が来てるということをちょっとお伝えしたかったというところで、こういった書き方をしてるので、その辺ご認識なさらぬようよろしくお願いします。はい、単純に言うと、その電波がいろんなところから飛んでくるよっていうことなんですよ。そうすると地下街で例えば WiMAX の電波がないよって言った時に、この au4g LTE のですね、どれかしらのですね、アンテナから電波が来ていれば、簡単に言うとつながるということなんです。そこが今回の新しい端末の本当にすごいところだと思います。どうしても WiMAX はですね、昔からつながらないとかですね、エリアが狭いとか、いろんなことをこう言われてきています。ですが今回のですね、進化によって、WiMAX のアンテナだけではなくて、この au の 4G LTE、まあ、どの周波数帯のアンテナを使っているかは分かりませんけれども、そのアンテナの方からも電波が飛んでくるというわけなんで、よりつながりやすくなったということなんです。これが本当に大きな進化だと僕は思っております。2つ目の、進化なんですけれども、まあ、容量が増量したというところですね。まず3日で 15GB 制限、また LTE 回線、まあ、プラスエリアモードが、15GB 制限になったということです。今までの WiMAX2 プラスと WiMAX5G の違いについてお話をします。まず、WiMAX2 プラスに関しては、今まで3日で 10GB 制限というのがありました。でもし3日で 10GB 超えた場合に関しては、翌日の18時から夜中の2時までが速度制限、まあ、速度自体は1メガほどになるというものになってます。でハイスピードプラスエリアモード、まあ、LTE 回線というのがですね、月間で7ギガ制限というのがあります。これが、制限かかってしまった場合に関しては、通常の WiMAX の制限もかかってしまうということです。で WiMAX5G に関してはですね、3日で15ギガ制限というふうになってます。この辺は大きな進化かなと思います。でプラスエリアモード LTE 回線に関しても、月間7ギガが今回15ギガになったということですね。これもかなりいいと思いますね。はい、3つ目、プラスエリアモードは共倒れをしないということですね。で、これ先ほどちょっとちらっと触れた部分なんですけれども、WiMAX2 プラス、今までのですね WiMAX に関してはハイスピードプラスエリアモード LTE 回線月間7ギガというのがあるというのは先ほど話したんですが、それを超過した場合、通常のハイスピードモード WiMAX も制限対象になってしまって、
つまりは月末まで使えなくなってしまうということがあるんです。で、YMAX5G プラン、今回の新しいプランに関しては今回のスタンダードモードとプラスエリアモードがあるというのは先ほど話した通りなんですが、このプラスエリアモードでですね、15ギガというこのデータ量をですね超えたとしても、通常のスタンダードモード、通常モードは制限対象にはならないということなんです。これかなり大きな進化かなと思います。今までは YMAX2 プラスのハイスピードプラスエリアモードという月間7ギガのですね通信モードは、それを超えてしまえば全てが制限かかってしまうということになっていたことから、多くの方がこのモードをですね使用しないというような選択をされていたんですね。ですが今回の YMAX5G に関してはプラスエリアモードで15ギガを超えたとしてもですね、このスタンダードモード制限にはかからないということ、なので共倒れをしないというお話です。これはかなり使いやすくなったんじゃないかなとは思いますね。で、今回のですねこの動画の本題である事前に確認しておきたい3つのデメリット、ようやくでございます。で、まず1つ目のデメリットというのが 5G エリアは限定的であるということ。2つ目のデメリットに関しては端末代金が高くなっているということ。で、3つ目のデメリットに関しては月額料金が今までの YMAX2 プラスよりやはり高くなっているということでございます。そしたらこの1つ目のデメリットなんですけれども、 5G エリアは限定的であるということ、これは au のですねエリアの方でご覧いただけます。ご覧いただくと分かるんですけれども 5G に関してもですね種類があるんですよ。ミリ波とサブロック、あとは NR 化っていうんですかね、その3つで構成されています。で、一般的に 5G の速度が速いとか、大容量で遅延をしないとかですね言われているのはこのミリ波のことでございます。で、今回のこの 5G の対応 YMAX に関してはサブ6、サブ6という言い方をする方もおりますけれども、そちらの対応になってます。実際のところ速度はどうなるのかっていう話もあるんですけれども、あるデータがあるんですよ。それは 5G のミリ波とサブ6のその速度実測値に関してクアルコムさんの方が、そのスピードテストのデータというのを取ったようで、サブ6よりかですねそのミリ波の方が速度が16倍だったみたいなデータが4月だったかなぐらいに出てるのを見ました。あとはですねその実際の話なんですけど、それだけ速度がじゃあ上がったということであったとしてもですね、そのエリアなんですけども非常に限定的で、ご覧いただくと分かるんですけど丸い点がですねトタタタタタタタっていう風になってるんです実は。なので業界的に言えばですね、エリアという表現よりもどちらかというと今現在はスポットですよね。Wi-Fi スポットってこうお店の中で使えるとかそういう風になってるじゃないですか。簡単に言うとそれがもうちょっと大きくて地域的にとかちょっとこうトン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 っていう形でスポットがたくさんあるかなみたいな印象を受けると思います。ですのでその辺りに住んでいる方はまたいいのかもしれませんが、ほとんどの方がそれの対象外になってるんじゃないかなと思うので、実際のところはまだまだ、この恩恵を受けるのは先なんだろうと思います。2つ目のデメリット、端末代金が高いというところですね。これは YMAX2 プラスと比べた場合、 YMAX2 プラスは各プロバイダーによって金額設定もちょっと異なるので一概には言えませんけれども、公式などでは 16,500円というのが一般的な金額になるんです。ですが今回の 5G 端末に関しては 21,780円という金額帯になっています。ですのでその金額帯がまず上がってます。ですが、5,000円の差と考えればあれなんですけれども、実際のところですねキャンペーンの部分が YMAX2 プラスの方がやっぱりかなり入ってるんですね。なので本体代金が実際かからないとかですね、そういったことの方が正直強いのかなっていうのはあります。なので僕自身最初に購入した時っていうのは手元から出た費用っていうのは結構そのまま買ったような状態にはなってます。ですがこれからまたキャンペーンがですねどん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 進んでくると思うので、その端末代金は減ったりとかですね、また限定的にキャンペーンが出てきたりとかっていうのは間違いなく考えられます。注視していただければよろしいだろうと思います。今は YMAX2 プラスとの端末比較の話をちょっとしたんですが、じゃあ他社の 5G 対応端末に関してはじゃあ実際にどうなっているのかという話なんですが、ドコモさんとかだと何というもんですかね、 Wi-Fi ステーション SH52 ですね、これの価格が 68,904円という形になってます。で au の 5G スピード Wi-Fi 5G X01 ですかね、これが 71,500円、ソフトバンクの 5G がポケット Wi-Fi 5G A0042T というもので金額が 69,000円
2840円という形になってます。このあたりのですね、Wi-Fi ルーターに関してはサブ6、サブ6ではなくて、ミリ波とかに対応しているようですね。で、速度自体も今回の YMAX5G が下りが 2.2GB の速度に対してドコモが 4.1GB、 au が同じく 4.1 で、ソフトバンクが下りが 3GB という形ですかね。まあ、なので速度で言えばですね、まあ、YMAX5G に関しては負けてしまってるということにはなってます。ですがその金額ですよね、金額の部分がまず大きく違うところがありますかね。まあ、でも実際のところ速度自体も僕もいろいろ試してみてますけれども、かなり速いかなっていうのは印象としてはあります。僕が一番最初ここで試したところ、実測値で170から200とか220ぐらいの間を推移して1日通してそういった速度が出ていました。まあ結構速いと思います、それは。ただ一般的な 5G っていうとですね、スピードテストとかで上位にある 5G の実測値なんて言ったら800とか900っていうのを見たことありますが、実際のところそんなに速度っていうのはいらないと思います。だいたい感覚ですけども2,30出たらかなり速いんじゃないですかね。まあ、それぐらいあれば動画もできますし、ウェブもできますし、もうほとんどのことができる。ただ 4K 動画とかになるとちょっとそこら辺はあれですけども、実測値僕が今申し上げた170から200っていう速度がまた今ご覧になってる方みんながその速度出るかっていうと正直出ないです。まあ、いろんなお声が来てですね、うちではどれぐらいの速度だなんていう話も聞きましたけども、うちは比較的電波帯はいいんじゃないかなっていうのはあります。で、ちなみにうちは 5G エリアではございません。ですがYMAX 以外にその au の 4G LTE 回線が使えるということで、ここの部分の電波帯もあるのか、まあ、非常に速度は速いかなと。昔の YMAX2 プラスのですね端末、この前に使っていたんですが、その時よりも速度がカツッと上がったっていうのがあります。3つ目のデメリットなんですけども、月額料金が高いということなんですね。なので今までの金額よりじゃあいくら高くなったか、今までの YMAX2 プラスよりどれぐらい高くなったかというと550円、この金額が上がってます。ですが今回キャンペーンでですね 5G の初めて割っていう言い方だったと思うんですけども、それが入ってるんで550円かける2年間、その分のお値引きが入ってます。なので、まあ、最初の2年目から、まあ、3年目の金額というのが、まあ、550円上がってますよという考え方かなと思います。なのでトータルで言えば6000円ぐらいって感じじゃないですかね。そう考えればまあ悪くないかなと思います。まあ、重要なのはその端末の代金、ここがどうなるかなっていうところなんで、そこらへんまあキャンペーンを各プロバイダーのものを注視していただければと思います。本来はですね、YMAX5G のですね、この料金とかそういったお話まで、まあ、できればいいのかなとは思っていたんですけれども、ここに関してはどうしても変わってしまうものというのがあるので、これはご自身でちょっとご確認をしていただきたいです。もしくはその、概要欄の方でご覧いただければ、Wi-Fi ランドのですね、今回のこの内容をまとめた、まあ、お話している内容のですね、記事がございますので、そちらの方をちょっとご覧いただければ、料金帯は更新して、掲載してますので、そちらの方でご判断をしていただければと思います。ということで今回の動画に関してはこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。それではまたお会いしましょう。